今日は福岡の天神で仕事の打ち合わせで来たのですが、若干早い時間に着いたんで、少し街を歩いてみたいと思います。福岡天神らしくない人でです。岩田屋さんの本館もお休みなのかな、緊急事態宣言を受けて、臨時休業と書いてあります。まあ、ということで、いろんなところが臨時休業中です。この辺は平日でも相当人が多いところなんですけど、今は閑散としております。ただ、まあ仕方ない。私も今日は打ち合わせが終わったらすぐ帰ります。私結構大黒屋さんが好きなんです。大黒屋さんは入ってます。ちょっと入ってみます。じゃあ、チケットはお休み。お客様が大開放ですか。はい。 JR ですか、商品券。 JR とか JR どちら行きになりますか。近隣のお店だと、新幹線だと、ちょっといろいろ聞かないといけないんだったらもういいです。すいません、受けないです。ということで、なんか安い商品券とか、まあ JR のチケットを買おうかとは思ったんですが、原則販売されてないようです。店は平和楼さんです。ちょっと今日はそこまでは歩いていきませんけど、平和楼さんのちゃんぽんを食べるのがまあ大好きです。ウーロン茶がとても美味しいです。無料です。ちょっと信号赤ですね。まあ一蘭さんがありますが、私一蘭行きません、あんまり。
信号が青になりました。去年まで入居させていただいてた福岡クロスネクスト、でさっき一蘭さんに行きませんって言いましたけど、私が一番行ってたのはこの博多ラーメン元祖赤のれんさんのお店です。500円ぐらいでラーメン食べれます。安いです、うまいです。飲食店さんも閉まっているところが多いですね。ネクストということで応援されてます。はい、いろんなスポンサーさん、コミュニティが福岡グロースネクストにあります。さあ入りましょう、福岡グロースネクストと思いましたが、お休みですかね。今日はちょっとここで一旦止まります。また明日